再会した日は吹雪でした。初めて顔を見た夜から1ヶ月、私のことを覚えてくれているかな。再会の時、寒くて震えていたあの子が立派に成長していました。足が長すぎて生まれた日に立てなかったあの子は1ヶ月経っても足長子牛ちゃんでした。優しさに包まれた牧場ですくすくと育っています。凛の田舎暮らし。2022年11月22日、22時に子牛が生まれました。お母さんのフローラと牧場で保護されているシャム。学生時代まで動物と触れ合う機会がなかった私、目の前で誕生した私より大きな赤ちゃんは甘えん坊で、足が長くて立てなくて愛おしくてたまらないです。しばらくじゃれ合う子猫と子牛の様子をどうぞ。